エドワード・リチャード・スプリーク・キャンビーはアメリカ陸軍士官で南北戦争での北軍とインディアン戦争の時の将軍。キャンビーはケンタッキー州ピアッツ・ランディングで生まれた。ワバッシュ大学に進学したがアメリカ合衆国陸軍士官学校に移籍し1839年に卒業した。第二合衆国不評彰尉に任命され連帯副官として勤めた。 1839年8月1日にインディアナ州クロー・ホーズビルでルイザ・ホーキンズと結婚した。彼はしばしばエドワード・キャンビーと呼ばれたが、電気作家は彼が幼年期の間と人生の大部分の何名かの友人にはリチャードと呼ばれていたと示唆した。ウエストポイントでの士官候補生の仲間にはスプリックと呼ばれたが、彼のキャリアの大部分では一般に E.R.S. キャンビーと呼ばれ、時々彼は、エド、R.S. キャンビーと署名をした。彼の軍歴の初期の間、彼は、フロリダのセミノール族インディアンの殲滅作戦、第二次セミノール戦争功績を挙げ、米国戦争の戦闘では、コントレラスの戦いとチュルブスコの戦いで勝者に、メキシコ式の戦いで中佐になり、三階級の名誉昇進を受け取った。彼はまた、 1849年から1851年までニューヨーク北部地方やカリフォルニア州での事務担当副官のオフィスなど、順州から修正への変遷の期間をカバーして様々な役職を務めた。彼自身の願望に反して、1850年3月から1851年4月に、彼がカリフォルニアを去るまでカリフォルニアの文書の管理人の民間ポストで、 あるべきだった役職を命じられた。文書は伝道書の記録と土地の名前などのように、カリフォルニアのスペインとメキシコ政府の記録であった。明らかに、キャンビーにはスペイン語のいくつかの知識があり、この機関に役立った。彼はユタ戦争の間、ワイオミングとユタで任務に就いた。この機関に、キャンビーはヘンリー・ホップキンス・シブレー大尉と出会い、シブレー大尉が軍法会議にかけられ、 キャンビーは審査官の委員を務めた。シブレーは免罪され、その後にキャンビーはシブレーが発明したティッピのような軍用テントの裏書きを書いた。二人の将校は後にニューメキシコの地に任じられ、そこではキャンビーが1860年にナバホに対する作戦を執行していたところで開拓者の家畜に対して略奪した。 ナバホ族インディアンを捕らえるという虚しい試みのためにシブレーを指揮した。キャンビーとシブレーはナバホインディアンを見つけることさえできず、近づくには不可能な距離でしか出会えなかったため、その作戦は欲求不満で終了した。南北戦争開戦時、キャンビーはニューメキシコ巡州のデファイアンストリでの指揮を取っていた。彼は1861年5月14日に、 第19が衆国不評の大佐に昇進し、その翌月にはニューメキシコ方面局を命令した。その後、1862年2月にバルバードの戦いで連合国のヘンリー・ホープキンス・シブレー准将に打ちまかされたが、彼の部隊は最終的にクロリエタの戦いにおける決定的な北軍の勝利の後に連合国軍をテキサス州に撤退させた。この戦いのすぐ後に、 キャンビーは1862年3月31日に、順将に昇進した。キャンビーは撤退する、連合国軍隊を追跡するために出発したが、しかし彼はすぐに諦めて、テキサスに達するのを許した。連合国のニューメキシコ侵略の失敗の直後に、キャンビーは、ジェームス・エイチ・カールトン将軍に引き継ぎ、東部へと、再び選任された。事務的な義務の期間の後、 キャンビーは1863年7月17日にニューヨークの都市と港を指揮する将軍になった。この任務はすぐさまニューヨーク徴兵暴動に続いた。彼は11月9日までその役職に残り、徴兵を再開するのみならずニューヨーク港の戦争捕虜キャンプの監督をするまでに至った。その後は陸軍長官のオフィスで勤務した1864年5月に キャンビーは少々に昇進して西部に戻り、そこで彼は西ミシシッピ軍樹脂団を指揮した。1864年11月8日、彼はアーカンソー州ホワイトリバー上の砲艦アセスクリケットで射撃の名手によって腰と素形部を負傷した。キャンビーは1865年春、モービルの戦役のために割り当てられた北軍に命令をしてブレイクリートりの戦いを終え、 1865年4月にモービルの陥落へと導いた。キャンビーは1865年5月4日にアラバマ州シトロネルでリチャード・テイラー将軍指揮下の連合国軍の降参を受け入れ、さらに1865年5月26日にはミシシッピ側の西でイーカービー・スミス将軍の降参を受け入れた。ニューメキシコにおけるキャンビーの達成は主に彼の計画する。 総合的な防御戦略にあった。彼と彼の相手のシブレー双方ともに有限の資源を持っていた。キャンビーの方が少しだけうまく供給していたが、彼はあらゆる可能な攻撃から全体の領域を擁護するには彼の軍隊がとても薄くしか展開されていないと感じた。シブレーが川沿いに攻撃を仕掛けることに成功し、特にニューメキシコが長い干ばつの最中にあって、キャンビーは 彼の軍隊を二つの起こりうるシナリオに対して防御するためだけにできうる限り利用した。さらには後者の防御の軍隊は敵がリオグランデ川を通って攻撃するのならユニオントリデを防御するために容易に動くことができ。実際に彼らはそうした。キャンビーはまた世紀の連邦部隊の補強として 志願兵部隊を拒兵するようニューメキシコとコロラドの知事を説得することに関して主導権を握った。コロラド部隊はバルバードとグロリエタの両方で十分に役立った。特にニューメキシコ志願兵のマヌエル・チャベス大佐は後者の公選において極めて重要な役割を演じた。それは勝つか負けるかのギリギリの支部礼の戦役であり、南部連合国軍のその時々の優れた軍人と、 下級指揮官がいたにもかかわらず、極めて危険なプランを実行することにおけるシブれへの活気のなさと同様によって、南部連合国の崩壊はほとんど必然のものへと導かれた。キャンビーは一般的に管理者としては偉大であるとみなされていたが、しかし偉大な戦士であったかどうかに関しては意見は複雑であった。ユリシーズ・エス・グラントは彼は十分に攻撃的ではないと考えた。 伝えられる事件で、グラントはキャンビーに、鉄道、機械工場などを破壊せよという命令を出した。10日後、グラントは鉄道を建設する人材と材料を要求する彼を叱責した。この話は、キャンビーの性格をよく表している。彼がそうしなければならないと感じた時に彼は破壊者になれただろうが、彼は明確に建設者の役割を好んだ。今日、彼は、 管理職によくついていたために、政策オタクであったとも考えられている。誰かが、軍機や軍事に関する法律に疑問があった時には、キャンビーはそれに応えるにかなう人間だった。アンドリュー・ジョンソン大統領が、グラントが彼に置き換えられないと考えた首都から離れた場所に、キャンビーを着任させることを提案した時に、一度活発に、不平を言ったきり、グラント自身は平時にはこれに感謝するようになった。 キャンビーがケンタッキーで生まれたことと彼の父親が一度奴隷を所有していたことは注目に値する。キャンビーのいとこの何人かは連合国軍で戦い、これらの一つは戦争捕虜になった。その男の父親は息子を仮釈放するのに尽力するようにキャンビーにお願いする手紙を書いたのだが、キャンビーは親族の利益のために尽力する権利を与えられなかったと感じ、 この申し出を辞退した。後に、キャンビーは、レコンストラクションの間に、軍事知事となったとき、彼は、管轄において、カーペットバカーになる親類の指示を断った。戦争の後、キャンビーは、様々な軍事省の指揮官を務めた。彼が、南北カロライナを含む、第二軍管区の司令に任命されたとき、1864年から1866年5月までは、 ルイジアナ担当のまま、1866年6月から1867年8月までは、ワシントン方面部局を担当した。1868年8月に、彼はワシントンで一度軍事指令を再開するが、11月には第五軍艦区へと向かう。そこで彼は、テキサスの再建に焦点を合わせた。1869年4月に、テキサスを去り、 バージニアの第一軍管区へ向かい、1870年7月まで務めた。これらのそれぞれの任命は、レコンストラクションの間に発生し、キャンビーを共和党と民主党の白人と黒人の、あるいは州と連邦政府の間の紛争の中に置いた。彼の命令したそれぞれの管区で、新しい州の憲法は起草され、批准され、あるいは実行され、 彼は対立する一方を怒らせざるを得なかった。それでもなお、チャールズ・ W ・ラムズデルはキャンビーを活発で固いが正当であると評価した。ノースカロライナ州知事のジョナサン・ワースのような性的でさえ、キャンビーは誠実で正直であることを認めた。1870年7月21日、キャンビーはコネチカット州ミドルタウンのウェズリアン大学の法律学位の名誉博士号を授与された。 8月に彼は太平洋岸北西部の指令のポストに着いた。彼がすぐに直面した問題の一つは、モードック族インディアンの不服従だった。彼らはカリフォルニア北部のインディアン部族であったが、連邦政府はこれを無視し、カリフォルニアに彼ら自身の保留地を用意せず、モードックと敵対関係にあったクラマス族と同じオレゴン州の保留地に移住を強制した。当然、 モードック族は反発し、独自で彼らの本来の領土に戻った。これを不服とする、連邦政府とモードック族の間で1872年、モードック戦争は起こった。ツールコミナミのキエントプース州長と彼の仲間らに対する報復要求を指示し、殺害された彼の父親の記憶が、インディアン全般に対する悪意によって、屈辱者となるだろうことを人々に思い出させた。 最終的に、キャプテンジャックと他の者らは、殺人罪で裁かれ処刑された。モードック部族は、保留地に強制移住させられた。キエントプース州長と仲間の戦士3人は、公主刑となり、彼らの死体は故郷への埋葬を許されなかった。キエントプースの死体は、家族の懇願を無視して、防腐加工を施して頭部へ送られ、10セントの見せ物の展示物にされた。 キャンビーの遺体はインディアナに戻され、1873年5月23日にインディアナ州インディアナポリスのクラウンヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。